ああ、ダブル置きっていう手があるんか。今これで釣り合ってる状態やから。当座置けませんよね、そんなんね。何度か。ああ、無理。なことができるわけなかったんだ。ってことは、これ向こう岸に回って向こうのを解除し、解除し、わかんない。なんかごっちゃになってきた、頭の中が。ん？あれ、どこに、あれ、どこに、なんか、俺、手のひら、蚊に噛まれた。おい、どこやねん。わからんくなった、マジで。お前ら教えて。いや、だから2個置きなんてできるわけないやん。上に行ってみるか、次は。じゃあ、ん、2個置き？でも逆に2個置きしか、いや、でも多分あるはずや、やり方他に。何か解除するとか。いや、二個置きは多分無理だと思っていて、逆にここのやつを一個解除して、その先から、そこから進んで、あ、でも二個置きできそうやな、これ、普通に。いや、だから、ゾウを引いて階段を、落とすか、落とすっていうか、向こう側に体重かかるようにするか、ひょっとしたらここでスペースを置くことによって二個置くか。いや、これでもできるはずやで、多分。これだけのスペースがあったらできていいと思うんだけど。置けたけど、確かに置けたけど何も起こらない あれ？これは、おかしくない？おかしくない？これ。これあれじゃない、力学の作法に反してない、これ。物理の法則に反してない、これ。電話するか。ああ、間違えた。ちょっと待って、これを、じゃあもう引いて戻し、ここに。これで解除しちゃおう。
多分こうすればいいと思っていて。あ、わかった。ってことはこれあれか。これ、あとこっちのもサイズして、あっちをガチャンって置けば。なんかわかった。多分ここには何もないと思うんだよ。あれ、なんかあるか。あれ？あれ、普通にもう10回。これちゃってんけど、多分、でも、ここ正解じゃないやろ。あ、正解なんか。あれ、今の正解なん？俺、逆かと思って。今のところガチャンとやった後に、もう一回さ、このもう外して上にあるやつをもう乗っけて、その、ガーンって。まあ、いいんか、これって。まあ、いいや。まあ、進めたんやったらそれでいい。ん？ここにさ、階段マークがあんねんけどさ。ん？あ、これか。なんかありそうですよね、雰囲気的に。ケイロンの弓。アポロンの弓ならぬ。これはもしかしたら、ククールが持ってるやつよりも強い。戦闘中使うと仲間全員の HP、30回復する、ホイミか。あ、ククールが持ってるの全然強いわ。エロスよりも。もうこれ以外ありえないやん。多分劣化ベホマラ的な感じやろ。おー、なんかおったわ。リーザスぞ。こいつすごいなぁ。まあ、普通に魔物住み着いてるけど大丈夫なんやろ、だって。リーザス・クランバートル。リーザス像でしょ、要は。手に入れる黒が大きいほど手にした時の満足感も大きいのさ。さあ、めげずに次行こうぜ。じゃあどこだ？まあ、とりあえずもう、ここに用はねえだろう。リレミトで撤収しちまっていいんじゃねえか？いや、なんかルーラー使えそうやな、雰囲気的に。あ、ほんなら、リーザス像の塔あるんじゃん。ここじゃん。これじゃん。
いや、なんか序盤の方にそんな、ダンジョンっていうかステージにいたような気がして。うん、ここだろ？あ、てか、違うじゃん。ゼシカのさ、あの、お兄ちゃんが倒されたとこじゃん、ここ。なんか多分、ドラクエ8初めてまだ1週間ぐらいやろうけどさ、なんか、もうなんかだいぶ時間が経ったような感じが。ワイラも強くなったやな。なんかありそうやな、これ。あ、特になんもないや。一応仲間の意見を聞いておこう。盗賊の花って誰か使えるやつおる？7個？中の話かな？え、もしかしてドラクエ8これってなんかそのなんか見えないアイテムとかってあんの？ってことは、なんだっけ？リレミト？じゃない。いや、そのポケモン的に見えないアイテム。え？ 7 個埋まってるってことは、この1階か。いや、このダンジョン全体でってことか。まあ、序盤のね、あの、ステージやからもう、大して、いいアイテムないだろうし、まあ、せいぜいあるとしたら小さなメダルぐらいだと思っていて、まあ別にそんななんか、それのためだけになんかね、集めていく必要もないのかなっていう。気はするんだけれども、7個って偉人状でない方がガバガバそうなん。あ、そっか、種もあんのか。そっか、種系を考えると、確かに。あれ？ちょっと待って。PC が。あー、びっくりした。え、盗賊の花俺基本的にドラクエで使わないね。うん。まあ、自力で見つけた方が面白いやん。あー、わかった。わかった、わかった。そういうことだ。ほら、わかったぞ。ここだ。ほら。ほら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 、ここや。7個取れな。おわ、種。え、ちょっと、で、これでどうなんの？これで。あー、なるほど。やっぱ瓶とかに入ってるの全部回収か。ちょっとまあ素早さの種は使っておこうぜ。なんで1しか上がらへんねん、ボケ。ここだ。またチーズやったんか。チーズやるっていう。
あれ、ここの、どうにかして開かなかったっけ？これだ。昔ドラクエ3でさ、なんか地球のへそみたいなダンジョンあったじゃないですか。あそこにこんな感じのなんか怖い顔のなんか、なんか作り物みたいなあってさ、引き返せって言うんすよ。俺あれ怖くて普通に引き返したからね。進めるの知らずに。いや、3。そう、大地の鎧とかそうそうそういうのがあったとこ。4じゃなくて3やったと思う。まあ、確かに、あれは。3、やったことあるやつ少ない。そんなにわかしかおらんの、ここ。そんなわけないやろ。いや、全然わからへんねんけどさ。リーザス城。3はあのゲームボーイカラーバージョンでやったんですけど、確かその時小学5、6年とかだったと思う。友達の影響で買ったんですけど、俺それまでのドラクエシリーズはそのモンスターズしかやったことがなくって、3がほんと初めてやるドラクエの本編だったんですよね。だからその人が戦うってことになんか違和感があってんけど最初。もうお前さあ、よし、ムカつくからこいつらは血まずりだ。たわいもない。トイレ使うか。あ、貴様、お前も俺に喧嘩売ってるのか。血まずりだ。俺、そういえば、驚かすコマンド一回も使ってんな。サンは途中でやめた。サンも難しいよね。オーブ探しとか。すげえ、みんな消えてた。なんだこいつ追ってきた。今のはもう明らかに俺たちを追ってきたよな。よし、いや俺が一番好きなやっぱ3ですかね。やっぱその思い出補正も強いと思うんですけど、3、4、6、7、5かな、好きな順で並べると。まあ、好き、まあ、どれも好きやねんけど、まあ、なんか自分の中のイメージというか、印象深いゲーム。で、これになんかあんの？この宝石のことじゃない？もしかして。裏側か、もしかして。マジ今リレミドしようとしてたからさ、騙されるとこやった。おお、あなたたちにお教えしましょう。
長き歴史の狭間に忘れられた。あ、リレンド使えへんね、ローネジ。私が生まれたクランバートル家は伝説の七賢者の血を受け継ぐ由緒正しき家系でした。しかしある代でクランバートル家は賢者の血を失いました。継承者である私がアルバート家に嫁いだためです。よっぽどいい男やったやろうな。以来賢者の血はアルバート家に受け継がれていきました。ですがその賢者の血も憎き魔の力により断たれたのです。継承者であるサーベルトの命とともに。あ、そういうことか。ってことはゼシカも血縁者か。賢者の血が絶えたとはいえアルバート家が私の血筋であることに変わりはありません。アルバート家の血を絶やさぬためならできる限りの力は貸しましょう。像に埋められたクランスピネルを持っておゆきなさい。アルバート家の血を持つ最後の一人ゼシカのことをよろしく。だから全部意味があったんだろうな。ゼシカがあの杖を掴んだっていうのも偶然じゃなくて、やっぱりそのこういう運命だったというか、そういう捉え方をしていこう。ゼシカ救ってやるからな。うわ、雑やな。これがクランスピネルか。あれ2つあるけど、もうじゃあもう1個はあれか、鑑賞用みたいな。よし、じゃあここにもう用はね。ディルビトーク。よし、次は、ルーラだ。ぐわー、あ、間違えた。ミスったぜ。ダブルリーチね。大した呪文じゃないのに気合い入れるっていうネタでした今のは。はい、まあまあ面白かった、ありがとうございます。いや、面白いと思ったら素直にね言わなきゃダメですよ、やっぱり皆さん。ここやったっけ、噂の杖使いだ。へえ、お前みたいな雑魚にな務まるわけねえだろうが。あれ、どこやったっけ。あれ、おらへんぞ。魔導士の杖？これ持って帰ってええん、マジでこういうの。あれれ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 、どこだ。どこや、こっちか。あー、右か。あ、ここにおったわ。ごめん、おったわ。このクズめが。クズめが。お前のようなどこの馬の骨とも知れん旅人を雇い入れたわしの恩を。貴様はあだで返すつもりか。滅相もございません。私はただいつも通りの時間にレオパルドにご飯を。ああ、レオパルド？ちょっと待て、チェルスよ。い
つ誰がレオポルトちゃんを呼び捨てにしてよいと言った。おお、そうかそうか、お前も気分が悪いか。無理もないの、ご飯の準備が遅れたばかりか。あのような愚か者に気安く呼び捨てにされたのではな。申し訳ございません。これからはレオパルド様の望む時にお食事をご用意いたしますので。能書きはよい、さっさとレオパルドちゃんにご飯をあげるのじゃ。はい。さあレオパルドちゃんや、ご飯が遅くなってすまなかったね。たっぷりとお食べ。ジェルスよ、レオパルドちゃんはお前の主人も当然じゃ。わしが言わずとも丁重に接するのだぞ。よいな。おお、戻ったか。つまらんものを見せてしまったな。それはそうと、ここではなんじゃな。報告ならわしの部屋で聞くので上がってくるとよいぞ。なんだかんだそのあれなんだろうね、好きで働いてんだろうね、ここでね。話聞く限りじゃ、まあ、ただのスパルタ教育というか、だからきっとだからハワード自身もなんだっけ、チェルスに対してまあいう当たり方するけれども、やっぱ少しなりともやっぱ期待っていうのはあるんだと思いますよ。え、何カットって何、何かあったの、プレステ2で。他の描写が、わしはあのチェルスの顔を見ていると自分でもなぜだかわからんが、とにかく腹が立って仕方ないんじゃ。純粋嫌いなんや。なのに不思議と首にしようとは思わん。あ、きっとわしはあの男を死ぬまでいびり倒したいんじゃろうな。何なんだろうね、この関係はね。おっと、そんな話はどうでもいい。クランスピネルじゃ。クランスピネルは手に入ったのか。おお、でかしたぞ。どうやって手に入れたかなどいちいち聞かんぞ。何しろわしは結果だけを重視する男じゃからな。おお、手に持っただけで感じる。この魔力の波動は間違いない。これぞクランスピネルじゃ。これさえあれば強力な結界も容易に作れるじゃろう。セースガイ女なぞ、もはや恐れるものではないわい。それにしてもお前さんも嬉しいじゃろう。何しろ大呪術師たるこのわしの役に立てたのじゃからな。なんこんなやつばっかな。よし、せっかくじゃ。次にあの杖使い女が来るまでわしの屋敷の衛兵として雇ってやろう。よいな。いや、ちょっと厳しいっすね。私とお前さんの仲じゃろうが。よし、お前さんはたった今からこのハワードで来るの。ゼシカどこにいんだよマジで。仕事を与えてやろう。さあこっちへ来るのに。え、なにあれ。うわすげえ。この先にはわしの秘密の資料室。本のタイトルは世界結界全集。その本に強力な結界のレシピが載っておる。よろしく頼むぞ。うわー、ただのバイトやないかい。俺やってたよ、図書館で、大学の本の配下の仕事。くっそつまんなかった。もう全部取っていいのこれ。開くじゃん、しかも魔法の方位。あのジジイも見る目がねえな。
俺は平気で人んちのもの盗むからな。つって、本棚3つしかないけどね。ちょっと一発当ててやろうか。世界結界全集、一発あげよう。これだ。お、